どうも皆さんこんにちは、渡辺です。木田しおりです。はい、お願いします。お願いします。で、今日はどんな感じでやっていく？今日は久々にまかないでできるシリーズやっていきたいと思います。はい、ということで、どんな感じのヘアスタイルになるの？それぞれまかないのは当たり前なんですけど、寝癖とかちょっと癖ついてる方が、可愛くおしゃれに逆に、はい、仕上がると思いますし、どんな髪質の方でも大丈夫なスタイルになっていると思うので、よかったら皆さんやってみてください。ちょっと楽しみにしててください。はい、髪をした今。はい、はい、それでは動画スタート。ヘアオイルを使います。ワンプッシュ出します。髪全体にオイルをつけます。ブラシで溶かします。全部の髪の毛を耳ぐらいの高さで一つにまとめます。ゴムで結びます。表面の部分を1つ、2つ、3つ、4つ、5つ、5箇所ほぐしていきます。内側の髪の毛を3センチ幅で引き出します。下の髪の毛をゴムに巻きつけます。手先を内側に持ってきて、ゴムで結びます。毛先を2つに分けてギュッと絞ります。毛先3分の1を取り分けてねじります。髪の毛に巻きつけていきます。こんな感じで巻きついていれば OK です。毛先の部分をゴムで結びます。バランス良くなるように下からほぐしていきます。ゴムを隠すようにヘアクリップをつけます。はい、ということで結構おしゃれになかなかないよね、このアレンジ。あんまりないかな。ちょっと斬新かなと思って、おしゃれに飾り見えるかなと思います。コツみたいなのは、はい、ポイントはコツなんですけど、髪の毛を巻きつけるときに取る髪を、3分の1から、もしくはもうちょっと少なめでもいいかなと思うんですけど、そうすることによって結構バランスが取りやすいので、そこが結構大事なポイントかなと思います。かなりね、多分ね、他のアレンジやられてる方よりも、ちょっと上級者というか、かなりこなれ感が出るアレンジ。簡単なのにこなれ感が出ると思う。なので、よかったら皆さん参考にしてみてください。しかも寝癖のままで大丈夫なんで。朝起きてからすぐにやってみてください。はい、この動画良かったら高評価ボタンと、あとチャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた皆さん来週、さよなら。さよなら。